ニュートリノ飛騨宇宙科学館神岡ラボサイエンスコミュニケーターの高千代と言います。どうぞよろしくお願いいたします。この YouTube チャンネルでは当科学館神岡ラボが扱う宇宙物理学のテーマについて様々な情報をお伝えしていきます。今回は初めましてということで神岡ラボについて少しご紹介させてください。飛騨宇宙科学館神岡ラボは2019年3月27日に岐阜県の飛騨市にオープンした科学館です。皆さん飛騨市というとどんなイメージをお持ちでしょうか。飛騨市は北アルプスに囲まれた自然豊かな町です。また時期によってはお祭りなどでにぎわう町でもあります。そんな飛騨市ですが2002年に小柴正俊博士がノーベル物理学賞を受賞されました。その際に使われていた神岡でというものが昔飛騨市にあったんですね。その後2015年には梶田隆章博士が同じくノーベル物理学賞を受賞されます。その際に使われていたスーパー神岡でが実は今も飛騨市で観測を続けています。そういった経緯でより多くの方に宇宙物理学の面白さをお伝えしたいということでできた神岡ラボですが、ここにちょっとパンフレットがあるので読んでみたいと思います。神岡ラボはこうした研究の魅力を広く伝え、科学と社会の新しい関係性を作るための全ての人に開かれた場所です。普段感じることのできない素粒子の不思議な性質を迫力のある映像やゲームで体感し、思いを馳せることで日々の生活と宇宙スケールの壮大な物語との間のつながりを感じてみてください。ここで扱っているのは例えばニュートリノですとか、重力波とかダークマターとか、それから宇宙の始まりや終わりといった、日常生活であまり接しないキーワードです。皆さん例えば朝起きた時に、朝ごはんの時に、ね、お母さんちょっとそこのニュートリノ取ってよとか言わないですよね。ですのでここでは小さなお子様でも楽しめるゲームですとか、巨大な映像を用いてより身近にニュートリノなどを感じていただくような仕組みになっております。そしてこの神岡ラボなんと入館料無料です。ですので好きな時に何度でも来ていただくことができます。さて今私がいるのがどこかと申しますと、こちらは神岡ラボのシンボル展示ワンダーシップの中心部です。少しカメラを引いてみましょう。こんな感じで映像を映し出すことでまるでスーパーカメオカンデの中にいるかのような感覚を味わうことができます。さて次回からはより具体的な実験装置のお話ですとか、それからカメオカラボにお越しいただいた皆様からの質問に答えていきたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それでは